去年に続き長崎北陽大と長崎南山が顔を合わせた決勝戦。去年は同点で両校優勝となり、抽選の結果南山が花園出場を手にしました。先手を取ったのは北陽大でした。試合開始早々ゴールライン手前で抜け出した牟田選手がトライ。対する南山は高校日本代表候補の本山選手が相手のタックルをものともせずトライ。序盤は互いに点を取り合う展開となります。その後は北陽大の白丸選手が連続でトライを決めると、南山もすかさず反撃し一進一退の攻防が続きますが、北陽大が前半終了までに2つのトライを決め17点リードで試合を折り返します。絶対取りましょう。後半巻き返したい南山でしたが、北陽大は選手を8人入れ替えながら堅守速攻のラグビーでトライを重ねます。北陽大は後半南山をノートライに抑え57対12で2年ぶり22回目の花園出場を決めました。去年悔しい思いして、そこから1年間チームを作り直してしっかり自分たちのラグビーできていいゲームにつなげられたので良かったと思います。全国大会は来月27日から大阪の花園ラグビー場で行われます。 Oh!